ベーコンが揺れてる。タナベーコンの時間だよ。はい、タナベーコンです。今日は前回くじ引きで引いたこのキュウリ30本食べれたよをやっていきたいと思います。今からキュウリ買いに行ってきます。今夏らしいです。すごい初めて私こういうのやったんですけど、すごいですね。喋れる人ってすごいなって思いました。今雨降ってるんですけど、何これ、こんなんでいいのかな。ちゃんと2本足を使ってスーパーに向かってます。キュウリあるかな。キュウリ、あ、キュウリ発見。キュウリ発見しました。え、これ何本だ。4本、4、5、20だから、4、6、20、4、7、28だから2本だ。2本、キュウリは入れました。あ、マヨネーズ。どうしたらいいの。キュウリって何。じゃじゃーん、キュウリ30本買ってきました。それでは食べていきたいと思います。よっこらせ。はい、ということで30本買ってきたんですけど、キュウリ30本買うと2045円でした。え、2045円なんで30本で割る30。なにそれ、そんなことしたことない。でも見た目は1本18円ぐらいでも結構いいキュウリなんで、1本20 2,3 が 6,000 円になっちゃう。どういうことですか。考えのやめておきます。30本お皿に乗せたんですけど、めちゃくちゃ本当に持てないぐらい重くて、誰が食べるんでしょうこれを。30本もあるんで多分味に飽きちゃうんで、調味料をたくさん用意しました。辛いやつと梅とマヨネーズ、ごま油と塩、辛いやつで、あとこれもなんか辛い粉みたいなやつと山椒の粉みたいなのがあるんで、これで30本頑張って食べたいと思います。レッツゴー。食べれるかな30本。じゃあまずはこの辛いやつ、こんな感じの辛いので食べたいと思います。すごいカッパになった気分。いただきます。めちゃくちゃキュウリなんですけど、キュウリって感じのキュウリです。次はこの梅にしたいと思います。梅です。ちゃんとした梅です。食べれるかなこれ。この辛い粉みたいなのいただきます。粉がほんと粉って感じで、すごいお菓子みたいな味がします。これすごい好き。ごま油と塩いただきます。なんか煙みたいな味がする。美味しい。めっちゃ、なんて言うんだろう、木だ、木みたいな味します。めっちゃ美味しい。この山椒の粉、てか1本食べるのにめっちゃ時間かかる。海の匂い。撮影で海に行った時の同じ匂い。さっきの辛いのとは違う辛いやついただきます。さっきの辛いのとはちょっと違う甘みのある辛さです。最後マヨネーズ。皆さんの思ってる通りのマヨネーズです。まだ1本も食べきってない。今1本食べ終わったんですけど、あと5時間ぐらいかかりそうな感じがします。顎が疲れるんで、ちょっとキュウリと相談しながら食べたいと思います。2本目食べます。噛むスピードをガチガチガチってちょっとウサギみたいにしたら早く食べれるかなって考えつきました。3本目食べます。なんかキュウリ見すぎて目が緑になってきた気がする。ちょっとこの子にします。
でかっ。何してんだろうって思ってきた。今何してんだろう私って感じ。なんでキュウリ30本って言ったんだろう。最近ヨガを始めて、家で初心者の人ができるヨガみたいなのをこう動画で見て今4回やってるんですけど、それをね続けたいなって思ってるのと、歩くのにハマってるんです最近。だからなんか最近すごい健康な気がして、しかもキュウリ食べてるし、ワンコにいつも散歩連れられてたんですけど、一人で自分のペースで歩くっていうのにハマってて、地面を見たりとかして歩いてます。もう飽きてきた。2ぐらい全然食べないじゃん。キュウリ30本食べれたよっていう企画なんです。これ食べてみたじゃなくて食べれたよなんです。食べれないみたいです。今3本食べたんですけど、あ、まだ3本食べきってないけど、顎が疲れてきたんで丸かじりをやめて叩いたりとか切ってみたいと思います。ではキュウリを叩いていきたいと思います。全然叩けないんですけど、丈夫すぎる。うわー、きた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 。こういうことですよね。これで炊けるチーズみたいな。吹き飛びました。はい、キュウリを今ね3本叩いたんで、叩ききゅうりを作っていこうと思います。この粉を入れて、おお、これとごま油を大さじ1杯入れるらしいです。大さじはもう自分の気持ちの大さじで混ぜていきます。なんかカッパのお母さんになった気分。なんかキュウリ中のキュウリ、キュウリの中のキュウリって感じ。こんな感じです。キュウリです、めっちゃなんか、もう頭がキュウリになってきた。どうしよう、もうキュウリ依存症みたいになってる。もうキュウリを目の前にしちゃったからどういうこと、よくわかんない。違う違う、そういうことじゃなくて、キュウリを見すぎて、食べすぎて、もう自分がキュウリなんだって思い込んでるかのようなキュウリになりました。おいしい。キュウリ30本食べれたよっていう企画を今日はやったんですけど、ご覧の通り30本食べれませんでした。私が食べたのは4本ぐらいなんですけど、4本ぐらいでキュウリから離れたいってなってしまったので、皆さんのキュウリをいっぱい食べるときは30本は食べないようにしてください。でも味とかすごい美味しかったんで、あと多分5、6時間あったら30本どうにか食べれたんじゃないかなって思います。この余ったキュウリは私の花べきに給料をお土産として持って帰ろうと思います。ベーコンが揺れてる。タラベーコンの時間でした。バイバイ。コメントとグッドボタン皆さんお願いします。